しゃあ、そういえばっていうことがあったわな。もうやれてないこといっぱいあるわ。プレイ。もう装備がね、脆弱すぎてね、怖いっちゃ怖いけど、一個ずつ取ればいいだけだから、ミッションとしては簡単だ。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました48話。前回ですね、途中のおじさんの家あたりをですね、ちょっとあの整備して、であそこはもうこれから建築をゴリゴリとしていく、ことになっていくと思うんですけども、まあ私は海賊団がいたりとかでね、ちょっとねまだ把握できてない部分があるんだよね。多分裏でやってくれてた時、何回か前にあったんだけど、多分全部見れてなくて、一応その報告いたみたいなのがあるから、そこをちょっと参照してですね、今日は兄弟たちがね何を撮ってくれたかをね、ちょっと見たいななんて思っております。こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けし、そして、ミルトムの方で公開収録、そして生放送等を行っているチャンネルでございます。以後お見知りおきよろしくお願いいたします。本日はやってまいれば正体。今日ね、まあまああるのよ。ちゃんとこれをゲットしたいなってのあるのね。まあまあ多分そのサムネとか載っちゃってると思うから分かると思うんだけど、まあ、それはまあ最終目標として、まあ黒曜石でもいるじゃん。まあ言っちゃえばいいんだよね。エンダーチーズ作ろうと思ってんだよ。そろそろね、やっぱ必要になってくるんじゃないかっていうのがあったからですね、作ろうと思うんだけど、まあ材料が圧倒的に足りてないんですよね。あ、黒曜石な、余ってるのこれね。黒曜石いるでしょ。まずね、ブランチマイニング会場でブランチマイニング班がね、うちのマグ兄弟のな、いるんだけども、でここね、ほら、まあ、こういうのとかね、砂利もめちゃくちゃあるし、砂利ってそういえばコンクリートで作れるね、コンクリートに使えるんじゃねみたいなね。でコンクリートでさ、赤作ったのもと、なんだっけ、東大村の何でしたっけ、あれ作れんじゃねとかあるよね、いろいろね。マグマもあるしね。これでこれ多分焼いてんだろうね、マグマで。ああそうだ、焼いて鉄とかも焼いてくれてて、こうやってほら物資がすげえ、鉄ここにめちゃくちゃあるんだよな。多分ここだけだと思う。ブランチマイニング会場に関してはここだけだと思います。で他に行かないといけないとこ結構あるんですよね。あとね、ちょっと村付近もなんかって言ってたんだよ。ちょっとじゃあネザーでちょっと移動しようか。この辺りはねしっかりね分かってんの、あるなーとかあるなーってとこ。僕もありがとうございますね皆さん、本当に、こういうのもあったりとかね。ジャングルなのよ、ジャングル。私あのみんなが来てくれてから一回も顔出してなくて、ジャングルの方にもねあるんだよね。2回目かな、来てもらえるんだって。2回目の時、そう、それこそ私がなんか建築してる裏で動いてくれた時、あー下に廃坑あり、これね多分、おおすご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 、竹、うおーすごすご、おおジャングルもかなり木なくなってきてるね。ここの島竹も買って、サトウキビもなんか育ててるし、チョキリス、まあここはかな、ここは何回か行ってるんで、みんながアイテム置いてくれてるのも知ってるし、結構発展遂げてんだけども、木材がやっぱりたくさんありまして、その他ツール裏にもね、もうねちゃんと見てなかった、ね、お花とか染料とか、俺レンガはどうしたのレンガはどこでゲットしたの。あ、焼いて作ったのか、なるほどね。でこの囲ってある部分の整地もしたいねみたいな話もしててね、まあそれも大掛かりなんですけど、それをまとめてまたみんなちょっとね集まってもらって、そこでみんなでバーってやる方がいいかなと思ってます。はい、村やってまいりました。おーいしょと、これをね多分置いててくれてる、あのそのチェストは置いててくれたやつで、その他にねこの村の奥にね羊の羊毛を狩る場所がどうやらあるらしく、あーあった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 、あれか、なるほどね。この辺の木も大いになくなってるな、買ってくれたんだな、いいねいいね、どん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 買ってくださいね。また参加された際には羊毛を刈れる場所、そうこれがうちの兄弟の一人がやってくれてて、でベッドをね定期的にね供給してくれるんですよここで。これなもうマイクラの初期って感じするな、なんだろうな、なんか初心を忘れてる感あるな。いや、いいんだけどね、初心忘れて、その2021年間は確かにあるから、それで、こういうのなんだ多分マイクラは。ちゅうわけでね、今日の本来の目的であるエンダーチェストを作りたいと思います。成果物、今日エンダーチェストじゃ、エンダーマン狩らないといけないのと、ていうか装備がね脆弱すぎてね、怖いっちゃ怖いけど、なんとかなるだろ。経験値も18だし大丈夫だ、いいいい、いけるいける、はい大丈夫大丈夫。
ガスト目線も取れるっちゃ取れるんですよ。話思いっきり変わりますけど、この間 GH5 の件ありましたね。 GH5 はだから動くことはもう確認できてるので、でさすがにネザーの旅に連れてくるわけにいかんからね。今日はね GH5 連れてきませんけど、 GH5 は常に一緒に連れてってもいいかもしれないよね。うわっ、いてー、押して、あー作れた作れた、よかった。やめなさい、やめなさい、落ち着きなさい、装備作るから。これ上上がってんだよな、これ上上がってやってた気がする。ちょっとこっち行きたいな。何この、ダメかなこれ。ああいい音してんだけどな、これどこから、上か、あやっべー怖え、ネザーのマグマ怖え、引き消し運動、あ強っ強っ、マグマ強っ、あっぶねえ、嘘だろ、どっから出たんや、このマグマどっから出たん、これで止まるかすげえ、やっぱなくなるのも早え、この上なんだよな多分なってんの。ってことで一人二人を倒しときたいからね、一個ずつ取ればいいだけだから、ミッションとしては簡単だ。どこどこでこれ、これ絶対スポナーだな、やっぱそうだ馬利子スポナー、馬利子スポナー、めちゃくちゃ美味しいんじゃないの馬利子やつ、こっちが好きに、やっぱマジかい、マジかい、なあなあなあ、さっきの豚がどっから出てきたかだよ、上から侵入してきたのか、やっぱ強かったな、逃げれると思ったんだけどな、もう一歩だった、一歩届かず、これ合ってんだけど、どっから上に登ったか問題なんだよな、こっちで登ろうとしてたけど、でも豚がいるし、でもそうなのかな、こっちかな、でも通ってなくないこんなとこ、ここイエス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 、アイテムは、アイテムの方は、私のアイテムの方は、あれここでしたか、あれあれなくなったか、ゼンロスですか、もしかしてゼンロス、あ、ゼンロスか、え、嘘、5分も経った、嘘だろ、掘り当ててたっけ、あれあれれ、5分経ってなくね、体内時計じゃ経ってないんだけど、でもこれっぽいよね、これはこれはゼンロスか、6分か、死んだのは10分前ですわ、ですか、
きゃー、いけたはずなんだけどな。だいたいいけたはずなんだけどな、感覚的にはな。でもここにないってことはないよね多分。やっぱハードモードだからね、やっぱ舐めてるとねこういうことになるか。はい、ということでこれもう終わりだな今日は。もう何もできないわ。前回ね、私が作ったところを見て、見に行きましょうかね。あっちにはね仲間がいるんで、2人ほど、それも見に行きたいと思います。おじさん、ちょっと聞いてよ。はい。ちょっと聞いてよ。連絡しちゃったよ、エンダーチェスト作りに行こうとしたら。はあ、ここなんですよ、この道を作ったんですよね。で、こことかこういうところに家を建てていこうということで、うん、それを頑張ります。今期ね、2020年、もう今日はもう、今日はもうやんない、今日はもう絶対やんないぞね。キャンプしようぜ。手上がってるわ、ヒロシ。これ一発殴るとどうなるんだろう。いきなり素手で殴ってきたりはせんよね。ごめんごめん、罪の意識に苛まれるわ。ごめんごめん、どっちかっていうと人間なんですかゾンビなんですか、どっちなんですか。人間だよな、村人の、邪悪な村人って言われてるぐらいだから、回復させようと思うと多分治癒のポーションとかでいいんだろうね。マジで何にもせんじゃん。ごめん、疲れちゃった。Hold on.